今日はクラフトピアやっていきます。旅の始まり、そんなイメージで道の宿、作った宿の屋根裏を部屋らしくしていこうかな。建築は一時期働いてたこともあり、マジでやっていきたい。作業台、窯など一通り配置してます。では屋根裏に行きましょう。建材が一定にしか配置できないし、半分に割ったりできないけど、そこはなんとかそれらしくしていきますね。わお、ワクワクしてきますね。家には屋根裏なんてないから憧れちゃう。内装まだなんだけど、あれこれ迷いますね。では高台、本家に行きますか。まだできてないんだけどね。本家は広くスペースが取れるので、ゆったり過ごせる、そんなイメージしたいなと。まずは離れだけ作りました。そうですよ、あれがないとね。ひひゃー、丸見えだね。ゴミ箱にちゃんと片付けて行ってね。家はドアだけはできてる。まずは実用兼ねて畑三段重ねで効率よくね。で離れに本格的な畑。現在はブドウを育ててます。ワインを作れば高く売れるからね。おお、いい景色。これからの冒険に夢が膨らみます。紹介はここまで。完成までには程遠いけど、まこういった作業も楽しいから、これからもクラフトピアやっていきますので、よろしくね。チャンネル登録、評価もお願いします。じゃ、またねー。